J リーガーになるって目指すときに、そもそも40のおっさんはテスト受けさせてくれないんですよ。そもそもどう考えたって20代 18の高校卒業の子を取った方がいいじゃないですか。だったらお金をいらないってすれば、その交渉の卓に乗れるだろうっていう考えですよね。こうだったらやらせてくれるんじゃないか、その一つにお給料いらない、その代わり観客席を20席くれ、1席1万で自分で売るから、そしたら1試合で20万ある、そのパーセンテージはクラブに売れます。で、要するに別のところから収入をちゃんと得れるような状態を作ることによって対等でいられる。